バージェス・メレディス、バージェス・メレディス、バージェス・メレディス、本名、オリバー・バージェス・メレディス。1908年11月16日から1997年9月9日は、アメリカ合衆国の俳優、映画監督である、多彩な人物で2度アカデミー賞にノミネートされた。代表作は、映画、ロッキーシリーズ、トレーナー、ミッキー・ゴールド・ミルト、テレビドラマシリーズ、バットマン、 ペンギン。最近のファンは、メレディスを映画、ラブリー・オールドメンと、ラブリー・オールドメン、釣り対象ラブラブ日記に出てくる、グランパガスティ・ベソン、ジャック・レモンの祖父役とし改装している。メレディスは、オハイオ州クリーブランドで、カナダ人の血を引く父・ウィリアム・ジョージ・メレディスと、母、アイダ・ベス、旧姓、バージェスの間に生まれた。フセックスクールを卒業後、 1931年にクラスの一員としてアマースト大学に入学。1933年ニューヨークの劇場会社エヴァルゴーリンの社員になる。ジョン・スタインベック原作、1939年公開の映画20日ネズミと人間におけるジョージや、1945年公開の GI ジョーにおけるアーニーパイル通信兵などといった役で人気を博した。 後者を原作としたコミックストリップは後にアクションフィギュアを生み出すほどの人気を出し、1987年にはこのアクションフィギュアを元にしたアニメ映画 G.I. ジョーが公開され、メレディスは悪役ゴロブユラスの声を当てた。また、1940年代には当時彼の妻だったポーレット・ゴダードと共演したセカンドコーラス、1940年、ザ・ダイアリー・オブ・エイ・チェンバ m b e 1946年、我が道は、他のし、1948年の3本を含む多くの映画に出演した。その一方で、第二次世界大戦の間は、アメリカ空軍に従軍し、大尉まで昇進した。戦後、会員非米活動委員会による共産主義者狩りの影響が、ハリウッドの映画業界にまで及び、1950年代の間、 メレディスの名がハリウッドブラックリストに載ってしまった。それから約10年後、メレディスはテレビドラマシリーズバットマンのペンギンの役で知られるようになった。彼のキャラクターは人気が出たため、メレディスが可能な時にはペンギンが登場するようにされた。また、ペンギンの総登場回数は他の悪役より多く、バットマンが初めて実写映画になった時もペンギンを演じた。また、 オットー・プレミンジャーは、自身の監督作品である、野望の系列、1962年、数奇鏡、1963年、危険な道、1965年、夕日を急げ、1967年、スキール、1968年、男と女の間、1971年に、メレディスを出演させるほど、彼を気に入っていた。なお、 プレミンジャー自身もバッドマンシリーズで悪役ミスター・フリーズ、日本語役名、冷凍人間を演じた何人かの俳優の一人でもあった。メレディスはレイ・ハリー・ハウゼンの最後のストップモーション映画であるタイタンの戦い、1981年に脇役で出演した。また、ロッキーシリーズでは主人公ロッキー、シルベスター・スタローンのトレーナー、ミッキー・ゴールド・ミルを演じた。 トレーナーは、ロッキーさんで死亡するものの、ロッキー後、1990年では、スーシンナが出演した。リーメジャースと共演した1981年の映画、ラストカーチェイスでは朝鮮戦争時代、古参兵キャプテン、J.G. ウィリアムズを演じた。トワイライトゾーンとは長いこと親しみがあったため、この作品を元にした映画ではナレーターを担当した。この他には、ファウルプレイで、 オールディホーンの矢主役を演じた。稲子の日、1975年と、ロッキー、1976年で、アカデミー助演団優勝に二度ノミネートされた。晩年は、ラブリー・オールドメン、1993年とその、続編、ラブリー・オールドメン、釣り対象ラブラブ日記、1995年で、ジャック・レモンが演じたキャラクターの祖父役を務めた。 1956年、昭和31年7月に、映画、東京特ダネ舞台の日本ロケと1962年、昭和37年1月に来日している。メレディスは、アービング・アレン製作チャールズ・ロートン主演の映画、ザ・マン・オン・ザ・エッフェル・タワー、1949年を監督。なお、この作品には、メレディス自身も、脇役として出演した。 1994年、ソー f ー、ソ So g o というタイトルの自伝を出版した。この本の中で、メレディスは、双極性障害、いわゆる双鬱病の一種である、気分循環症のせいで、激しい気分の変調に苦しめられてたことを告白した。メレディスは1997年9月9日、アルツハイマー病とメラノーマで亡くなった。88歳。 映画産業における功績が認められ、ハリウッドウォークオブフェーム6904に星が刻まれた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。